UA 不審シナリオ、2、2、1の時どういう行動を取るのが正解なの？に対するみんなの反応。今回のシナリオは休みは弱行動じゃないらしいからトレ弱いと休みまくってるんだけど、あまり休みすぎるのもダメだったりする？2、2、1になったらとりあえず休んでるから剣のお出かけ合わせて15回くらい休んでる。休むなら、休み、トレーニング、レース、トレーニングになるようにしてる。休むことにうま味はあるんだけど、やっぱりステータスは何も上がらないので体力に余裕があればレース出る。余裕はないけど休むほどではないとかならお出かけで少しでもステアップ狙う。そういう工夫は必要かな。実際に、2、1ってどういう行動を取るのが一番いいんだろうなとは思う。競技レベル調整？基本的には2、2、1でも踏むんだ。そこに体力が少なければ翌週に備えての休み。休み後なら相談で4、1にして踏むかどうか、総合優勝のために2や1でも足りないところを補うために踏むべきかを考えるんだ。たとえ2、2、1でも上げたい競技レベルがピンポイントできたりするからね。要はちゃんと考えて育成しろってことかと。今回こうすればいいって言えない。体力あるのかないのか目標レースまであとどれくらいとか、合宿まであとどれくらいか、強い練習来てるのかとか考えること多い。やっぱり慣れてきても一番考えること多いなこのシナリオ。2、2、1で踏むかは体力がどう残るのか逆算しながら決めるな。合宿前に減らしすぎたりしたらダメだし。なんだかんだ新シナリオ好評だよな。パズル要素あってやりごたえはあるよ。ラークの作業感と比べたらだいぶゲームやってる感ある。2、2、1だからって休みやレースに固執しすぎて、一時期ステータスがへこみ気味だった。後半は光ってれば赤ヒート以外少なくても踏んでいいように、序盤準備するんだと思い直してから少し持ち直した気がする。代わりにレースはどう頑張っても体力減るから、専用イベントある馬娘でもないとおすすめできなさそうに見えるけど、実際どうなんだろう？スキルポイント稼げるし、個人的には普通に選択肢としてありだと思う。剣さんレス 50% あるし、運営的にもある程度レースに出ることを想定してそうな気がする。序盤は体力回復もイベントできたりするからレースも出るんだよ。後半は友情でレベル上がっていくから出なくてもいい。へこんでる競技レベルなら2、2、1でも踏む。特にサポカ入れてない練習ならなおさら。正直言って2、2、1を4、1にしたところで旨味少ないぞ。もちろん赤ヒート中に強い2が光ってるなら4にしてもいいけど、弱い練習踏むくらいだったら休むか試合出た後に染めた方が強い。もしくは我慢して踏む。相談の使いどころはやはりブーストがかかっている時だな。サポ品のエンジョイ勢だから、クラシックでなかなか凱旋門勝てないのもあってラークめっちゃ辛かった。今は15種目優勝できるように、2、2、1でもお構いなしに適当に踏めば何かそれっぽいステータスが出来上がるから、正直今までで一番楽しい。レースや休みで次に期待して育成してた時もあったけど、評価点が全く上がらなくなったから基本的にはトレする方向に変えた。体力低い時はさすがに休むか剣さんとお出かけするけど、少なくともトレーニングすればステは伸びると考えることにした。Y もこれや、体力7割以上で2、2、1なんてそれこそ頻繁に起こるんだから、すべてレースなんてやってたらステへこむと思う。2のとこで練習に2人参加していればどんどん踏むべきやと思ってる。マジで臨機応変。体力の残り具合だったり育成の進み具合だったり。そして、機械的に選んでも第6巻のオリジナルチャート発動しても、それが正解なのかはわからんのだ。弱い練習踏むくらいなら体力次第で休むか、レースの方が最終的なステは伸びる気がする。2、2、1を4、1にするのは本番の1、2週前で競技レベル足りてないとか非常時のみ。正直今までで一番楽しいかも。グラライのミニライブもいいのだけど、UAF の競技モーション好き。やっぱり好評なんだ、今回のシナリオ。結局 URA からアークやっちゃうわ。いやぶっちゃけ運ゲー要素マックスだし、サポカ全然完走しないし、ラークの方が圧倒的に良い。ただトータルのステータスと進化スキルの都合上、UAF さんにはラークさんじゃ太刀打ちできないからやってる。
セオリーが理解できればそんなに難しくないし悩まないから、青春とかグララいくらいの長さに感じるわ。ラークがあらゆる面でお手軽すぎただけだよ。慣れれば面白いけど新システム以外での好評は感じない。やっぱ一番は1周長いのにサポカ完走率が悪すぎること。10周に1回ぐらいしか5枚完走しないんじゃないかってぐらいひどい確率。これ改善するだけでだいぶ良くなるんだけど、サイゲは何が何でもその辺の改善はしないらしいから、4ヶ月しんどくなりそう。グラマスはプレイヤーが多少はサポイベ発生頻度上げられたし、ラークは明らかに発生確率上がってたし、できないわけではないでしょ。なんで今回のシナリオではやらんのかは知らんが。ラークは発生率が上がってたけど、完走割合はシナリオで大きな差はないと思うよ。全シナリオでサポカは完走しないことが多いしするときはする。UAF は相変わらずの育成シナリオ格差と、ステージを上昇するだけのお邪魔シナリオ、ノライベントのせいでサポカ完走率低めだ。ということ以外は神シナリオ。育成前半で2のとこにへこんでる競技があったりサポカが集まってるなら踏んでおきたい。そうでないならお休みやレースでメンテしたい。後半で競技レベルを気にしなくていい段階なら、色より友情や集まり優先で捨てを上げていきたい。ゲームしてる感は確かにある。まあ色揃わなくてクソゲーってなるんですけどね。ワイは楽しいけど嫌いな人の意見もまあ理解できる。年度末でクソ忙しい時にこれぶち込まれたら職種によってはシャレになっとらんはずやし。ラークは UG 前半がやっとのサポ品下手クソだけど、UAF は初めて UE に乗せられたから大好き。間違いなくラークより時間かかるし、スキル完走率も低く感じるけど、初心者に近い人がぼちぼち遊ぶに最適のシナリオなのかも？重要なのはボーナス入った時にしっかり相談できることだから、それ以外は雑に強いと思うところ踏んでいけばよいと思う。ヒート中に明らかに弱すぎるとかならターン消費でもいいかもしれないけど。なんというか、今まではある程度その場その場の強い練習踏んでいれば強くなっていたのが、数ターン先、なんなら半年先を考えて踏む必要が出てきた感じ。最初は今まで以上に運要素が強いって言われていたけど、新要素に関して言えば慣れてきた今15勝 ×5 の最低目標は普通に達成できる。ヒートのタイミングもかなり任意のタイミングで狙える。珍しく、初相談という確実にプレイヤーが狙った通りに練習を動かせる要素がある。賢さ練習で体力が減るのも考えようによっては運要素が減っている。手札が気に入らない時はお休みやお出かけやレースでドローしてプラス補正も得られる。っていう風に運は運でも今までにないくらいプレイヤーが動かせる要素が多い。だからこそパズルって言われて頭使うんだけどな。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。